4月29日木曜日昭和の日。今日の天気は雨。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。 えー、今日はね、しとしとと雨が降っているという感じですけれども、まあ、このあと強くなったりもするみたいですね、激しい雨が降るかもしれないはいそうですね夜にかけて本格的に雨が強まる可能性がありまして、あと風も強まるので、横殴りの雨になるんじゃないかということで。夜にかけてはいあ、そうねえ 木曜日っていうのは夜まで仕事があるんですよ、私。<laughs> そうですよね。<laughs> そうか。帰りもちょっとね、丈夫な傘を今日は持ってきましたよ、そう思って。ねまあ、あの、今日からね、えー、連休と、まあ、飛び石ですけれども、そこを有給消化してねっていうふうに言われる会社なんかも多いかもしれませんので。あ<ー>まあ、連休の初日は静かにというか、えー、出花をくじかれたという感じかもしれませんけれどもね。さあ,あ、昭和の日であります。まあ、かつては、あの、昭和の時代はね、えー、天皇誕生日だったと。 そうこの日に春の天皇賞が必ず開かれるっていうですね<ー>平日というか、えー、土日じゃないけど大きなレースがあるっていう日でもあったんですが、まあ、その後緑の日を経て、えー、今は昭和の日となっているといやあのー、なんか月並みの表現ですけど昭和は遠くなりにげりいというかですね私は昭和。 56年生まれでありまして、はいええー、ギリギリ昭和を知ってるぐらいなんですけど、はい、新業アナウンサーは平成 ?4 年生まれです。そうなんだよね。えー、ここにもね、元号の残断絶というものが <laughs> え、えー、スタジオにいるスタッフが、えー、みんな目を伏せましたけれどもね。<laughs> えー、そうなんですよ、えー。どちらかというと昭和の経験者が多いこのスタジオ周りですので、はい、私も含めてですね、はい、あ新業若いなってこういう時にこうね、感じることがあるんですけれども、そう、あのー、 昭和のねいろんなものがだんだんとこうなくなっていく消えていく、今日あの社会面で不幸が大きな不報が2つ入ってまして、はい、えまずは菊池俊介さん作曲家のね、うん、えドラえもんだとか暴れん坊将軍だとかもいろんなもう並んでいる名前を見るだけでこのイントロが浮かんでくるね。ね ですよね、あと「仮面ライダー」シリーズもね「キテレツ大百科」「タイガーマスク」「<laughs> ドラゴンボール」うん、ー本当にねえー、そして音楽周りでいくとおこの方本当あの今だとこの時代だともう若くして亡くなったと言っていいんだと思います62歳で亡くなった泉弘隆さん、はい、えテ、ー、ィスクエア黄金期を支えたと私あの中学の時吹奏楽やってまして、えー、あのトゥルース おお。トゥルース。あれ、もともね、あの、キーボード新世じゃないですか。はい、なんだけど、これを、あの、吹奏楽アレンジでやるっていうのも結構あってですね。<laughs> だってもう、あの、私、90年代に、まあ、中学生だったんですけど、もう、あの、このぐらいの時代も含めて、あの、フジテレビのスポーツ中継、F1 中継って言ったら、トゥルースが流れてくるという中で、あの、本当に子供の小学校の頃は、アイルトンセナがいて、えー、プロストがいてっていう時代で、えー、中島があって、雨の、 雨の中島っていうですね、え、えー、あの、鈴鹿さきっとこう、あの坂を上がってくるっていうね、<laughs> えー、試、え、験、ー、を抜けてっていう,うところだったわけで、で、そこから、まあ、あの、シューマッハに至るまでの、大体そのぐらいの時期っていう、うそこで必ずかかる T スクエアのこのトゥルースっていうのをですね、はい、ねえー、やってたなというね、う覚えがありますし、それから、オーメンズ・オブ・ラブっていう曲があって、これはもう吹奏楽の定番でして <laughs> 定番ですよね。 ね私も吹奏楽部員だったので、うん、まあオーメン・ズオブ・ラブもですし、うん、あと宝島,宝島ね、うん。私引退の時に演奏しました引退の時に宝島。私もパーカッションやってたんで、ええ、あの一番初めて本番でドラムを叩いたのはその曲だった気がするんだよな。 確か。結構リズム大切ですよね、オーメンズオブラフは。いやー、そうそうそう。いきなり、なんか、うん、あの、ソロパートとかもあって、はい、もう、もう震えながら叩いたような覚えがあるっていう。<laughs> <laughs> 式の先生がこっち見るたびに、あ、俺ずれてんのかもしれないとか思いながらね、<laughs> やった覚えもあるんですがはい。えー、なんかね、えー、こういうことを見るだに、うん、昭和がもうね、えー、去ってから、 30年以上が経ってるんだなっていうことが、如実に感じるところでありますが、え、辻でご冥福,冥福をお祈りいたします。さあ,あ、昭和の日、今日もですね、いつも通りというか、ゴールデンウィークすべていつも通り、月曜から金曜までは8時まで放送はございます。まあ、あの、仕事がないよという方もね、早く起きちゃったなんて時は、ぜひお聞きいただければと思っております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このオケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ツイッターのタイムラインを見ていると、昭和な看板を上げている人がいたりとかですね。<laughs> えー、なんか昭和大喜利になりつつあるなという感じもありますが。<laughs> さあ、今朝のコメンテーターは番組初登場です。えー、慶應義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです。えー、この後6時半過ぎからのご登場となります。で、えー、取り上げるニュース、まずはですね、えー、昨日東京オリンピック・パラリンピックの5者会談が行われましたが、えー、このオリンピック・パラリンピック大きなスポーツイベントがあると、えー、サイバーセキュリティというものも実は問題になってくるということ、まあ、そのあたり土屋さんに伺ってまいります、えー。それから政府がワクチンの知見 を待たずに緊急使用許可へという今日の日経の一面です、えー。さらにバイデン大統領は就任100日を前に初の施政方針演説に臨むと、上下両院の合同会議の、えー、中での演説に臨むとのことです。えー、そして RCEP の国会承認、えー、昨日参議院の本会議で行われました。 えー、そしてキーワードジョンアキリーノ氏まあこの方は、えー、アメリカインド太平洋軍の新しい司令官ですね、えー、そして G7 のデジタル技術会合についても取り上げてまいります今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズからオリジナルドレッシングと人参とリンゴのドレッシングローストナッツドレッシングのドレッシング3本セットをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼント が当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 えー、スタジオ長官各紙入ってまいりました。えー、日付の下にはね、昭和の日というふうに書いてあります。祝日の長官です。えー、まあ、特集記事で一面取っているのが読売新聞。えー、本流デジタルというですね、まあ、あの、デジタル化と、そして、えー、民主主義であったりとかの関係について掘り下げて書いている記事であります。まあ、このあたり、えー、サイバーセキュリティであるとか、まあ、あの、そういったところも含めてですね、えー、今日のコメンテーターの えー、慶応義塾大学教授土屋元博さんにまた七時台に、ねえー、詳しくお話を伺っていこうと思っております。 それからですね、あのー、福井県にあります、まあ、営業開始から運転開始から40年を超える原発について、えー、福井県の杉本知事が県庁で昨日会見をしまして再稼働に同意すると表明をした県、えー、朝日新聞とそれから東京新聞一面トップに掲げています、えー、三浜原発の3号機とそして高浜原発の1号機、2号機というところですけれども、まあ、40年を超えた原発 まあこれをですね、老朽原発というふうに、まああの西は報じて、えー、おりますけれども、えー、これについて、ね、えー、再稼働というのは、まああの福島第一原発の時刻初めてだということで、まあ大きく報じているというところであります。まあこれね、あのー、昨日あたりだったかな、あのー、何、まあ、日新聞がまあ書いていたのは、えー、 まあ、脱炭素、えー、2050年までに実質排出ゼロを目指すということになると、あるいは2030年までに46%減ということを目指すとなると、えー、こういうことも原発も活用していかざるを得ないというような、まあ、あの流れを作って、な、えー、し崩しに進めてるんじゃないかみたいな批判が出ております。まあ、これ、ね、あの最初に20に2050年カーーボンフリニュートラルっていうのを 菅総理大臣が一番最初の所信表明ですかねで表明したときにすでにこの番組で指摘をしましたけれども、まあ、そこの流れになってきているというのはま,あまさにそうなんだろうなということも思いますそれからオリンピックについて毎日新聞1面橋本会長無観,客も無観客も覚悟という記事が出ておりますそれからあの日経1面はね先ほど申し上げましたがワクチンを治験待たずに許可という22年目にも法改正をするんだという いう記事ですがこれはの前提としてやみくもに治験をすっ飛ばすというものではなくって海外で使用した実績があればというのが1つの条件になっているということは、まあえー、まず前提の条件というか。えー 知識ととしししてて、えー、申し上げおおきたたいと思いい思まますす後ほどこれも次第でお送りいたします、えー、そして産経一面は都内28日連続全週超えというコロナ感染、まあ、PCR 検査の陽性者の数についてであります。で、ここでですね、私気になった記事といいますか、昨日共同通信が応じてたんですけれども、えー、ゴールデンウィークの新幹線予約1万席増、宣言でも減らず JR 東日本という記事が出ております。まああのー指定 席の予約数というものを、ね、あの順次発表していたりなんかもしますが、えー、追加で共同通信が取材をしたところ、えー、緊急事態宣言の前後で、えー、合計でおよそ1万1000席予約が増えたということが、えー、取材で分かったということで、まあ、宣言前の合計で25万9000席から4.2%増加していたということであります。まああの こういう見出しがつけられると、おおなんだ増えてんのかみたいなことになりますが、えー、ただですね、えー、2019年の予約状況と比べると依然として4分の1程度という低い水準になっていると。で、これあの手元にですね、あの詳しい数字というものを、まあ、あの指定席状況をですね、あの前々発表していたものが手元にあるんですけれども、まあ、例えばですね、えー、今日29日の、まあ、この時期だと、まあ、上り下り両方で、えー えー、新幹線在来線合計で予約可能な席数は81万席あるんですけれども、えー、予約席数は8万席ということでまあ1割にちょっと1割にもねというような、えー、微妙な数に過ぎないというところでまああの押、ー、しなべてで1割なんでそれはあの乗る列車によって色々あるかもしれないですけど 考えてみなさい。あの、一車両に1割しか乗ってないっていうのは、ね、えこれ相当ばらけないと、 まあ、相当ばらけることになるでしょうよと。1割しか乗ってないんだからと。いうことを考えるとですね。まあ、これを一つとってですね。すは気の緩みであるみたいなことをこう知るのも、いかがなもんかなと。まあ、確かに、あの、宣言前から比べると増加していたっていうことになるんですけれども、まあ、ただですよ。あの、 この、特に新幹線の指定席の予約って、まあ、ぶっちゃけた話ですね、えー。窓口行きは5分前だって帰るわけですよ。だから、出発前ギリギリまで席が増えることはあろうと。しかもこれ、えー、おしなべてゴールデンウィーク全体として考えればですね。ええー、ええー、というようなこともあるんで、まあ、あのー、そうは言っても確かに、あのー、 高校アナリストの鳥海さんに、先週、夕方の番組でね、お話を伺った時にも、先生、先週、あ、先々週か、えー、おっしゃってましたけれども、ま、あの、前々、去年のこの緊急事態宣言と比べると、どうしたら、その、感染というものが防止できるのかっていうことの知見が1年かけてだいぶ溜まってきているので、じゃあ、あの、例えば、帰省をして、そこで地元の人たちとわーっと遊ぶみたいなことはもう避けようというのは、コンセンサスとしては取れてると。ただ、 例えば家族で、えー、誰とも会わずに旅行に行き、誰とも会わずに旅館にずっといて、誰とも会わずに帰ってくるというような、えー、旅行の形態であったりとかは、えー、そこまで 影響がないんじゃないかと。で、えー、移動のこの、例えば新幹線だったりとか、航空便であったりとかでは、えー、感染しない、えー、クラスターが発生していないということはもうエビデンスとして出てきているから、まあその辺で予約の減り方っていうのが去年のこの時期と比べるとだいぶ違いますよっていう指摘があったので、まあその辺、傾向が変わってきている部分というのは相当あるんじゃないかということも思います。まあただですね、まあ緊急事態宣言が出ているということもあるので、まあ今後、このゴールデンウィークの、えー、人の出足を どうなるのかっていうのはまた気になるところですので、ちょっと来週にでも、ですねまた、えー、専門家の方をつないでいろいろと聞いていこうと思いますが、今のところの予約状況をこう見ると、航空業界もですね、まあ、前年の予約率はさすがに上回っていて、まあ、5割前後で推移しているというようなことが出ていたりとか、まあ、一方で、えー 観光地、キャンセルは続出してるけれども、日帰りだったらあり得るというような、え、ことも、ニュースとして出てきたりなんていうことがあって、ま、あの、近いところで人と会わずみたいなところが、今年のゴールデンウィークは一つキーワードになるのかというところ、ま、ステイホームを、かなり呼びかけてはいますけれども、ま、一方で、え、上に政策あれば下に対策ありというようなことになってきている。この全体の、情報の出し方、 コミュニケーションの仕方っていうのが変わってきているぞというところが非常に思うところであります。ここが気になるでした えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場,ご登場いただきます、えー。今朝は番組初登場です、えー。慶応義塾大学総合政策学部長土屋元宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。まずは簡単でありますが、プロフィールご紹介いたします、えー。国際大学グローバルコミュニケーションセンターの主任研究員や、慶応義塾大学グローバルリサーチインスティテュート副所長などを経て、現在は、えー、慶応義塾大学総合政策学部長兼大学院 政策メディア研究科教授でいらっしゃいます、えー、近所、えー、去年の12月に出ておりますがちくら処方からサイバーグレートゲーム政治経済技術とデータをめぐる知性学、えー、という本が出ております まずはですね土屋さんに東京オリンピック・パラリンピックについて伺おうと、あの5者協議、昨日行われまして、まあ観客入れるだ入れないだみたいなところが、えー、議題となってましたけれども、土屋さん、どうこれ、オリンピック・パラリンピックご覧になりますかそうですね、あの最初に東京で開かれるということが決まったとき、われわれは非常に嬉しかったわけですけれども、でも急にですねその後これは大丈夫かと、その物理的なテロということもあるんですが、はい、そのサイバーテロ、サイバー攻撃っていうのもです、ね、非常に懸念されています。えー 2012年、あのロンドンオリンピックの時には2億件というふうに言われています、まあ、これは数え方にはよるんですけれども、まあ、そういうですねこうサイバー攻撃が起きました、それからその後2016年のリオでも少しありましたし、はいうん、2018年のピョンチャンも、すねオリンピックでも。 ありましたでこれ、いろんなことが想定されてまして、はい、まあ一番最初にはフェイクチケットっていうのがあるんじゃないかと、<ー>偽のチケットをこう持った人がですね会場に現れて、おお、入れる入れるないみたいなトラブルが起きるかもしれない、それからあのホテルとかですね飛行機なんかの,あの予約のフェイクっていうのもあるんじゃないかと。<ー>ううちのホテルはいいっっぱいだと思ったらこう 全然お客さんが来ないとかですね。逆にこう、収容人数を超えるような、まあお客さんが押し寄せるんじゃないかみたいなこともありました。えー、まあこれはちょっと海外のお客さん来なくなりましたから、ないかもしれませんけれども。はいえー、それからこう、計測、掲示のトラブルですね。えー、あの、あれいつの間にかこう、金メダル、金メダル、銅メダル。 銀メダル、銅メダル、全部北朝鮮が占拠してるぞみたいなこととかですねあそういう表示がパーンと出ちゃったりなんかすると、はい、それから、まあそれがその裏で、金融機関が狙われるとか、交通機関が狙われるとか、あ<ー>あそういうところで、ですね、まあ、こう社会機能が失われるんじゃないかと、うこういろんなこうケースが想定されていますねうんこれ、例えばそのラグビーのワールドカップが日本で行われましたあの時っていうのも結構あったんですか。あのお表ででは報道されれないんですけれどもそののシステム たくさんの人たちす偵察みたいな動きというのはも,ものすごいたくさんありまして、ですね<ー>まあ小さなトラブルはあったんですが、はいまあ、あの時あの2019年というのは、いろんなこうイベントがあったんですね、はい、あの即位の例がありましたし、はい、あるいはトランプ大統領が来るとかですね、うまあそういう,こう一つのこうオリンピックを想定した、はい、まあ練習といったら、関係者の方に怒られますけれども、えーこうまあ、演習ができたというふうに思った方がいいぐらいの感じでしたね。今日このテーマで掘り下げていく と思いますがまず一つズバリ備えはできてますか日本これできてるって言わない方がいいんですねあーなるほど、はい、そうか言う言わないも含めてなんですねはい。あ、すみません野暮なことを聞ました今日一つよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえ、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです今まさにですねこの お宇宙の話で人工衛星とまあそのデータのやり取りとかっていうのはもちろん民間でもねそれこそあの衛星携帯電話なんかでも使ったりなんかして私あの夕方の番組で辛坊 <laughs>、えー、二郎さんあの今ちょうど太平洋横断チャレンジしてますがあの電話でつないだりとか衛星にお世話になってるわけですけれどもこれ当然ながら 各国の軍隊であったりとかっていうのも、ここを使う頻度、高いわけですよねそうですね、あの今、ドローンって無人機の話がよく出ると思うんですけれども、まあ無人機もですね、はい、あのやっぱり、操作するときには人工衛星でこう位置を確認するとか、ですね<ー>でドローンが撮影した映像を人工衛星を介して、ですね地上に送るとかですね、うこうアメリカはこう例えばテキサスでですねパイロットが無人機を操作してるんですけど、実際の無人機は中東で飛んでたりするわけですよね。はい そうすると、やっぱり通信をどうしても返さなきゃいけなくて、その通信をいかに邪魔するかっていうことを敵側は考えてると思うんですよね。それはこう電波を使ったその電子戦の場合もあるし、はい、あのソフトウェア、ハードウェアを狙ったこうサイバー攻撃っていう場合もあるし、とにかくあらゆる形で止めるっていうことをやっぱり相手側は考えてますよね。ああ、そうか、その目的のためには、もう何,何でもかんでも使うと、はい、ある意味、じゃあ、それが融合しての戦いになってきたりもするわけです,そうなんですよこれあのクロスドメイン とか、マルチドメイン戦争とか、ですね、はいえー、ハイブリッド戦争とか、いろんな言い方があるんですけど、えー、えー、今までの戦車と戦車が向き合うとか、ですね戦闘機と戦闘機がドックファイトするなんて戦争はもう起きないとう、こう飛んでる戦闘機の位置をこうサイバー攻撃によってダマクラハスとかですとか<ー>、あの艦艇のですね、はい、あの船から発射するミサイルが飛ばなくなるとか、ですねうまあそういった形の複合的な戦争というのがこれから起きるだろうというふうに言われてますうそういうます。 サイバーっていうのは核なんですねうんサイバーだけがそれぞれの領域をこう渡っていけるというか、つなぐ役割ですもんねおっしゃる通りですねうこう、陸、海、空、宇宙っていうのはこう人工空間じゃなくて、自然空間なんですよね、サイバーっていうのはそれを覆うような人工空間なので、非常にこう<ー>肝だと思いますね4月29日、昭和の日木曜日。 時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長土屋元弘さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。土屋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。 政府、ワクチン治験待たずに緊急使用を許可へ、22年にも法改正。政府は緊急時の対応として、未承認のワクチンや治療薬を一時的に使用できる制度の検討に入りました。海外で使用した実績があれば、国内の治験が終わっていなくても使用を認める仕組みを新たに設ける考えです。 海外で使われているものをどうして国内で使えないんだというような、ねえー、批判も出ている中で、まあ、こういったことも出てきたということでしょうかそうですね、日本の場合はやっぱり、ワクチンに対していろんなトラブルが過去あったもんですから、はい、やっぱり慎重姿勢を取ろうということなんだと思うんですよね、えー、ただもう、海外であのそれなりの成果が出てるというものですから、うん、それを早く、なんで海外でこんだけ普及しているのにわれわれはっていう思いはやっぱり皆さん持ってると思うんですよね。うん そこに応えるべく政府が動いてるんだと思いますけれども、これ、ワクチン、完璧なものはないですからね100、100%安全ということはないので、そこのリスクをどうやって受け止めるかということにかかってくるんじゃないですかね、はい、まあこれ、副反応ってものは必ずどんなものでも出るというところ、決戦が出るなんていうのが一部では言われてますけど、やっぱりメリットとのこれは見合いということになりますかもちろんそうですね。私は今その学部長とという立場にあるとやっぱり早く 大学を元に戻したいっていうのはありますから、うん、そういう面ではやっていただきたいと思いつつですね、うん、やっぱりそれで健康被害が出るようであれば、はい、あ困る方っていうのも当然出てくると思いますから、うん、難しいですよね。うんうんまあ、その辺のサポートをしつつという、まあ、全体の何か効用というものを考えなきゃいけなくなってきてるってことですかね。そうですね 特に今回のワクチンというのは、今までと違う新しい形のタイプのワクチンですから、はい、やっぱこれはもう本当にサイバーセキュリティの世界でもこう話題になりましたね、開発が始まるっていう時にですね各国の情報をこう盗み合うっていう、も,ものすごいスパイ合戦が行われたんですね。はいう 特にやっぱり中国は、うんはい、あこの,、まあ、あのマスク外交に失敗してしまったわけですよね。あ<ー>つまりこうお、中国ウイルスだ、武漢ウイルスだって言われたことを、おそれをこう、 払拭すするるためににですね、はい、マスクを配ることによって中国の名前をこうよくしようと思ったわけですけれども、うんうん、そこがまあ各国からすると、はい、いや、あなたたちが発信源でしょうということで批判された、えーうん、そうするとこう、マスクじゃなくて、今度は中国製のワクチンを世界に提供することでこう、おめを注ぎたかったわけですけれども、うんうん、しかし、他の国がどんなワクチンを作っているのかということに関して、どうもすごいスパイ合戦が行われたみたいなんですね。なるほど日本の,あの製薬会社もあの 治療薬、ワクチンに関して、それなりに頑張ってますから、あのかなり狙われましたねそうなんですね。うんまあ、これね、こういう,こう制度がまあ報道されると、ということは、もちろんねあの、まず頭に思い浮かぶのは、アメリカであったりとか、まあ、西側諸国のワクチン、日本に今入れなきゃっていうものなんですけど。 中国製のものも入ってくるんじゃないのかとかね、いろいろこう心配する向きもあります、うんまあ、中国製のもの、ロシア製のものでも、ですねやっぱり、えーまあ、ある程度の効果はあるんだと思うんですけれども、うん、やっぱりそこにこう国際政治的な思惑っていうのがどうも働いてしまいますし、はい、逆にわれわれがそれに依存することになってしまうと、うん、あの悪用されるというか、ですね、はい、あの今、地形学なんていうことを言いますけれども、うんまあ、地政学的な目的を達成するためにこう、経済を使う、社会 具体的な物品を使うなんてことが行われてしまうとです、ね、でわれわれにとっては非常に不利なことになりますから、そこは慎重な立場を取らないといけないということだと思うんですよねそれってやっぱり突き詰めると、やっぱりが国も自分たちで作るっていうことが遅れても必要だってことですすかねそうです、ね、あの新しいそのワクチンの作り方、日本は出遅れてしまったので、えー、ファイザーやその他の会社のようにすぐには出てこなかったわけですけれども、われわれ日本の製薬会社がサイバー攻撃やってですね、 アメリカのファイザーから情報を盗むなんてことはしませんから、やっぱり正当なやり方で開発をする、そして安全なものを作るっていうときには、どうしても時間がかかってしまったということだと思うんですねうんしかしこのねサイバー攻撃っていうと、大イベントだったりとか、政府機関だったりとかっていうのが思い浮かべますけど、市企業だって全く例外ではないということがよくわかりますもうおっしゃる通りですね、企業っていうのはもう本当にこう最前線に立たされていて、自分たちはそんなもの持ってないですよっていう会社も今ね,ね、狙 狙われるわけですよねうつまりこうネットワーク社会ですから、はい、こう重要な情報を持ってる会社そのものっていうのは一生懸命守ってるわけですけど、えー、その取引先がやられるわけですね<ー>で、その取引先がこのセキュリティが甘いとそこに付け込まれてそこから 本物そっくりのメールがあの本丸に送られて、ですね本丸の人が、ああの取引かさっきから来た添付ファイルだから大丈夫だろうと、ううう開けちゃうわけですよね、うそうするとばっとこう広がってしまうということがありますので、本当に騙し合いの世界で、えー、難しい状況に企業の方々をな、おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ、バイデン大統領が就任100日を前に初の施政方針演説へ。 アメリカのバイデン大統領は現地28日の夜9時日本時間ではこの後午前10時ごろですが上下両院合同会議で施政方針演説を行います厳重な警備体制のもと政治外交経済外交を中心に今後の施政方針を打ち出しますえーまあ、あの就任最初の演説は一般教書演説とは言わずにこういう形をとるということですが あの就任100日までずいぶん待たせた感じですね、<laughs> そうですね、あの一般的にアメリカ大統領は就任して、最初の100日間,100日間はその議会との間のハネムーンだというふうに言われるわけですね、大統領にとって不利なことをあまりやらないでおこうということでやってきました、はい、このまあ演説のあと、本格的な論戦というか、議会との駆け引きというのが始まると思うんですよね、はい、まあそこででトランンプじゃなくてバイデン大統領がですね。 はい、あのどこまで、えー、らしさを出していけるかというところだと思うんですね、ある意味、トランプ大統領を引き継いでいるところもありますし、はい、特に対中関係なんていうのは、そういうところがあると思うんです、ねえー、まれ、あ、我々、えー、バイデンさんがこう当選したというときに、多少懸念をして、うんまあ、中国に対する姿勢が弱まるんじゃないかというふうに思っていたわけですけれども、はいまあ、意外にも、もしかすると、トランプ大統領よりも強い姿勢で,です、ねはい、望んでいるところ。 特にそのチベットとかウイグルとかですね、はい、ああいう少数民族に対する支援というのをどうも打ち出しているということ、えー、それから台湾ですね、はい、これ台湾もですね。うん あの、トランプ大統領が当選したときに、あの、2016年、17年に就任したときにですね、はい、すぐにあの、台湾の総統に電話をかけたということがあってですね。うん、ありましたね。はい。あれは異例中の異例だったわけですね。ええへへところが、あまあ、その後、台湾との関係を強化し、そしてバイデン大統領はもっと強化する方向に動いてるわけですね。うん今まではその台湾関係法という、まあ、法律に基づいて、えー、台湾のことは見放さないよっていう程度のメッセージだったわけですけども、はい まあ中国の脅威が高まっているということもあって、バイデン大統領はもうむしろその台湾というのが一つのこうコアのコンセプトとしてあって、でそこでまあクワッドってよく言われますけれども、日米豪イを中心にですねこの太平洋の問題というのを考えていこうと、まあそういうふうに動いてきてるわけですよね。そういう面ではこの外交についてバイデン大統領が何を言ってくれるかっていうのは非常に大きなポイントですし、先日の日米首脳会談の 成果というのが盛り込まれるといいなというふうふに思いますけれどもね、あのこちらに注目してくれているんじゃないかというふうに思いますね、まあ、それに先立つ形で、電話での記者会見というのが行われたそうで、まあ、その中でも、あのー 権威主義、まあ、あるいは、えー、先制主義とまあ民主主義のお戦いなんだというようなこれずっとバイデンさんはこの表現を使ってますねそうですねやっぱりこの残念ながらですね例えばコロナの対応なんていうのも、うん、まあ発信源は中国だとしても、うん、その後収束させたのはやっぱり権威主義の力っていうのは大きかったわけですよね、うん、その中国の人たちにアプリを使わせて、はい、そしてその位置情報を確認して<ー>で感染者が出た時にはもう 徹底的に取り締まるるというあの確保すすことをやったわけですよねやっぱ民主主義の国ではやっぱ自由を重んじるときにそういうことはできない、プライバシーを重視するというときになかなかできないわけですよね、うそういう面ではあバイデン大統領、決して言わないと思いますけれども、はいあの、ある種の民主主義の危機を感じてると思うんですよね、<ー>で特にそのアメリカの中で今、国内の分断が激しく進んでいるわけですね、はいえー、これはブラック・ライブズ・マターもそうですし、いろいろな、うん、あ貧富の格差の問題もありますし。はい こういった問題に、こう、歴史的に民主党政権というのはコミットしてきたわけですけれども、それに対する成果を問われると。 いう局面がこれから100日を超えて始まるわけですよね、はい、そうすると、経済をいかに回復させるか、そしてコロナをいかに収束させるかというところっていうのは、非常に重たい課題ですし、政治家としてはやりがいがあるかもしれませんけれども、はい、失敗した時のリスクはかなり大きいんじゃないですかね。うん、まあ今日の各紙、経済面でこう出しているのが、まあ、バイデンさんがその格差の是正であるとか、国内の経済不要というところで、まあ、かなり大規模な、それこそ200兆円規模の、えー また、えー、予算を財政出動を出してくるんだとで、財源は富裕層からの増税で取るんだというようなことも出てきてます、まあ、こういったことをなもうあの、ゴービッグなんて言って、大きくやれみたいなことを言っているらしいと。うん 報じられてますが、この辺がその現れですか。そうですね。あのトランプ大統領はやっぱり富裕層優遇っていうことをやってたわけですよね。うん、で、民主党政権というのはむしろそのリベラルっていうこう難しい言葉がありますけれども、はい、あの弱者に優しくということでやってきたわけですね。うん、で、とはいえですね、そういう富裕層や大企業の影響を完全に排除するっていうのは難しいところがあるわけですね。はい、そうした時にあのバランスをいかに取るかっていうことは考えなきゃいけない。もちろん。 もちろん富裕層もですね。あの、アメリカ自体が壊れてしまったら困る,困るわけですから。うん、あ、そこへのサポートっていうのは考えなきゃいけないですから。ある程度のその税制の改正っていうのは受け入れざるを得ないところがあると思うんですよね。うん、しかし、やっぱりこう自助努力っていうのがこう重視されてきた社会の中で、はいえー、いかにこのまあ、貧しい人困っている人に支援をするかっていう問題はあ、政権にとっては難しい選択を迫られると思うんですね。うん、これは日本もそうですけども。各国？ ものすごく財政出動をもしてしまってるわけですね、はい、この過去1年間、そうした時にどこまでもっとコミットできるかっていうことは、あ難しい、まあ、政治的な選択になりますし、特に議会は、民主党優位には立ってるわけですけれども、共和党の声を無視してです、ね、予算を決めるっていうのは、なかなか難しいと思うんですよね、まあそこら辺の駆け引きがこれから始まる、でそのために私はこうするんだ 意思表明をバイデン大統領がこれからするということですね、うんはい、えでは続いてこちらのニュースです。RCEP 国会承認、年末にも発行で巨大経済圏誕生へ。 日本を含む ASEAN= 東南アジア諸国連合など15カ国が2020年去年の11月に署名した RCEP= 地域的な包括的経済連携協定がえ昨日参議院本会議で可決承認されました早ければ今年年末にも発効する見通しでえ GDP= 国内総生産で世界の3割を占める巨大な経済圏が誕生することとなります、まあ、これに関して、まあ 関税の撤廃等々で、中国の攻勢強まるんじゃないかというような懸念も国内ではありますが、岸田さん、どうご覧になりますかそうですよね、もともと TPP というのがあって、日本としてはアメリカを含む大きなあ自由経済圏というのを作りたかったわけですね、ところが、まあ、トランプ大統領がこれに賛成してくれなかったということがあって、まあ、TPP はアメリカ抜きの形で、えーまあ、動いているわけですけれども、はいまあ、その時ときに ASEAN、ね、アアはまあ独自の動きをし始めた。 アセアンは、かねてからアセアンウェイというんですね。アセアン独自のやり方っていうのをこう模索しているところがあって。アセアンはやっぱりこう、我々から見ると、あの、重要なパートナーというふうに見えるんですが、はい、あの、こう、両耳滑なんですね。その、日本、アメリカを見ながらも、中国も見ると。はい、それはもう 地理的な影響からするとですね、中国は無視できないということなので、うん、まあ今回のこの RCEP というのは、中国が入っているというところが大きなポイントだと思うんですね。うん、そしてアメリカが RCEP には入ってない。はい、そして問題はもう一つはインドですね。インドが入ってない。はい、インドもあのこの RCEP の最初の話し合いの中には入っていたんですけれども、えー、まあ最終的にはそこから抜けてしまったと。うん でインドもです、ねまあ、その大きな巨大な経済圏、経済大国になる可能性があるわけですから、はい、そこに入ってもらった方が良かったかもしれないんですけれども、まあ中国とインドの対立というのがどうしても抜き差しならないものになっていて、はい、インドとしてはそこに入らない、まあ、インドはかねてから非同盟主義ということで,です、ね、うあのこう同盟を含むいろんなこう経済的なものも、コミットするのを嫌がっているところがあるわけですよね。 そうすると、この RCEP、アメリカ抜き、インド抜き、そして、えー、中国が入っていて、まあうん、日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国といった国々も入っているわけですけれども、はい、この中国の、まあ、力をどうやってこうコントロールできるかというところがポイントですよね。えーえーうーん まあそのインドの非同盟主義を考えると、じゃあ、日米合意のクアッドの枠組みっていうのは、むしろあれは例外的というふうに考えた方がいいですかあのクアッドというのは、まだ完全に固まってない安全保障の枠組みなわけですね、<はい S 2> もちろんその安全保障の連携っていうのが、経済の方に広がってくれることをわれわれは期待してますけれども、<ー>クアッドというのは、ユーラシアを囲い込むような形で、<はい S 2> 連携ということに。 特にまあ中国を意識した連携ということになると思うんですね。でも経済ということを考えたときに、まあ、中国のマーケットの大きさはやっぱり気になってしまうというところがアセアンからするとあるんだと思うんですよね。じゃあ日本はこの RCEP に入らなかった方が良かったのかということもあると思うんですけれども、はい、まあ日本はやっぱり経済で生きている国ですから、やっぱりそこからですね、えー、まあヘッジというふうに言いますけれども、はい あのこっちにもかけておくっていうことをやらないと、ですねもう絶対こっちだこっちだってやってると、失敗しちゃうと思うんですね日本、足だほうでやっちゃうと、はいはい。なので、こっちにも足をかけておいて、でもこっちの方が重要だ,重要だっていうような形で、ですね、えー、こう,うまくやっとかないと、うあこの国際政治の世界ではこう、引っ掛けられちゃうというか、ですね足元をすくわれちゃうところがあると思うんですね。はいう お送りしております OK コージーアップ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですジョン・アキリーの。 アメリカ、インド、太平洋軍の新司令官に30日就任するジョン・アキリーの太平洋艦隊司令官が5月後半に来日することが昨日わかりました。複数の政府関係者が明らかにしております。えー、菅総理大臣との会談、あるいは台湾情勢、対中抑止策の協議を予定しているとのことです。 えということで、このキリーノさん、今は太平洋艦隊司令官ということで、海軍のおこれは太平洋方面のトップということになりますかはいあのこれ、米軍というのはですね非常に複雑な構造になってまして、我々米軍というと陸軍、海軍、それから空軍、海兵隊っていうイメージがあると思うんですけど実戦になると、ですねこれはそれぞれの必要な部隊というのを引っ張り出してきてですね、はい。 統合軍っていうのを形成するんですね。統合軍はい。で、これアメリカはですね、まあある種こうあのお不思議なことなんですけど、世界を勝手に六つに分断してるんですよ。それで、まあ例えばこう北米だとですね、はい、あの北方軍とか、<方>南米だと南米あ南方軍とか、うんあるいはヨーロッパを見てるところはですね、あの欧州軍っていうの、アメリカ欧州軍って不思議な名前があるもんね。そうですね, <laughs> ねで。このアジア太平洋地域っていうのは、はい、あの2018年まで台 太平洋軍というのがあったんで、すね2018年にあの名前が変わりまして、インド太平洋軍というのができました、はい、でそのインド太平洋軍の下に太平洋艦隊というのがあって、これは海軍の太平洋の部隊、それから。はい 太平洋陸軍とかですね、太平洋空軍とかですね、うん、太平洋海兵隊って不思議な組織がいっぱいあるんですね。お<ー>でその太平洋艦隊っていうのは<っ>あ、その海軍の太平洋、アジア太平洋を見ている部隊の司令官で、その人がその一つ上に上がってですね、はい、インド太平洋軍の司令官になるということなんですね。で、このですね、インド太平洋軍というのはすごくて、はい、あの、 北極熊からペンギンまでと言われてですね。北極熊からペンギンまで、はい。それからハリウッドからボリウッドまでって言いましてですね。おなるほど。ハリウッドっていうのはアメリカの西海岸からそのインドまで非常に広いこう地域をですね、管轄する司令官なんですね。<ー>で、これが実はハワイにあるんですね。<ー>ハワイっていうと我々、こう、観光の楽しいところっていうイメージがあるんですけども。ホノルルワイキキビーチとかね。いいんですよね。<ー> 救急科というのを頂い,いてですね、一、はい、年間ハワイに住んだことがあるんですが。<ー>非常に同僚たちに嫌われましてですね。<laughs> そんない,いとこ行くなって。研究なんかできるわけないだろうって言われたんですけれども。<laughs> ど実はこのハワイのもう一つの顔というのは、こう軍事的な拠点なんですね。この太平洋軍というのは、あのキャンプスミスっていうですね。はい、あのこう、ずっと丘の上に上がった基地の中にあるんですね。だから、いわゆるあの真珠湾というのも、いまだに大きな軍事的な拠点なんですね。はい、まあ、そういったところを管轄し、そこから。 この太太平平洋洋インド太平洋全域を見てるか例えば日本、沖縄、朝鮮半島、台湾、それから南シナ海、東シナ海、こういったところで何かが起きると、この米軍としては司令官になるのは、このインド太平洋軍の司令官なんですね。で、インド太平洋軍の上に誰がいるかというと、実は2人しかいない。 もうあと二人。はい。つまり、直属の上司というのは、国防長官。はい、で、その上に大統領。うん我々からすると、えー、って感じがするんですが、 あの軍事的な何か一朝有事がこのインド太平洋で起きたときには、はい、この方が非常に重要な役割を果たすということなんですその指揮命令系統からいくと、その上に例えば統合参謀本部議長とかっていうのじゃなく、同格でで並び出す方ってなるんですか統合参謀部議長というのは、ですね指揮命令系統の中に入らなくて、えー、あなるほど、はい、そうなんですね、調整機能みたいなもんなんですかあの大統領にアドバイスをする人っていうことなんですねあそこら辺は日本の党幕長と同じで考えると、ちょっと違ってくるんですね。 難しいんですね。えー、ですが、まあ、この太平洋軍司令官が何をするか、何を考えるかっていうのはとても重要なんです。えー、で今、デビッドソンという方がやってるんですけども、その前がですね、ハリー・ハリスさんという方でして、今中間大使。はい、あの、もうお辞めになったんですね。お辞めになったんですね。バイデン政権になってお辞めになったんですけども、 この方、非常に有名ですけども、日系の方だったわけですね、うん、はい、でその方がこうハワイにドーンと構えてくださってた時にちょうど私、ハワイにいたもんですから<ー>、あの非常にこの問題、興味持って見てたんですけれども、はい、やっぱりこの太平洋軍のことを我々知らなさすぎるという感じがするんですね、やっぱりここで何か起きた時に、太平洋軍、それからもう一つ重要なのは、在韓米軍でして、在韓米軍の司令官もとても重要なんですけれども、 このこの太平洋軍の司令官インド太平洋軍の司令官がどういう人になるかというのはです、ね、われわれには大きく関係する、相当意思疎通ができるかどうか、はい、<ー>ちょっと名前は言いませんけれども、そのかつて、えー、インド太,太平洋軍の司令官をしていた人はです、ね、はい、パンダハガーと言われまして、あ<ー>あのパンダハガーというのは、ちょっとあれですけど、こうはい、中国、パンダをこう抱きつく人というですね、はいえー、中国べったりか、はいその人があの司令官だった頃はですは、ね、中国に非常に甘かったわけですね。なるほど なるほどこの人がどうかというのはこれから見極めらけど、ね、その通りですなるほどお送りしております o ッケーコージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは慶應義塾大学総合政策学部長の土屋基博さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニュースをスを G7 デジタル技術会合ネット遮断制限に反対で合意 G7 主要7カ国のデジタル技術担当閣僚などの会合が昨日オンラインで開かれインターネットの遮断やネットワーク制限などの措置に反対することで合意しました ま、中国やミャンマーなどを念頭にしてこういったことが出されてきたということであります、えー、会合は今日二十九日も行われまして日本からは武田総務大臣らが出席しているということですあこれって総務大臣管轄だっけというふうに経産大臣じゃないんだとも思いましたけれども、えーまあ、ネットの遮断制限と まあこういったものがその統治に対して与える影響っていうのは、ね、え今日読売新聞も特集で書いてたりなんかしてますけれども、大きいわけですかねまあそうですね、もともとインターネットっていうのは、政治体制にこだわらない、あのそれを超えてつなぐっていうところにこう意義があったわけですよね、はいえー、その国家が運営するようなメディアではないんだっていうところにこう、インターネットの技術者たちはこう誇りを持ってたわけです。ところが、あこれを社会的な影響がどん,どんどんどん大きくなるにつれてですね、はい 政府はこれを規制したい、自分たちのコントロール下に置きたいということを始めてしまったわけですね、で特にあの中国は、はい、あの最初、このインターネットに対して非常に警戒してたわけですけれども、しかしある時にですねこ2000年頃ですけれども、はい、これは人民の当時に使えるなというふうに思ってしまったんですね。で特にあの、あんまり進んでないんですけど、IPV6 っていうのが当時、大騒ぎになりました、はいで、これは今使ってる IP アドレスの仕組みをちょっと変えるということでですね。 そうすると、人民一人一人に番号を振るとか、ですね、はい、皆さんが使っている携帯一つ一つに番号を振って、何をやってるかという見えるようにするということは可能になってる。 で可能になるかもしれないということで、これはいいツールだというふうに、中国なんか思ってしまったわけですね、えー。でその後この中国的な監視システムというのは、いろんな発展途上国、研修国にですねこう輸出されてしまったんですね、はい。うでそうすると、ミャンマーとか、中東の国々とかですね、こういうところっていうのは、いざという時にこに、パチンとネットを止められるようにしていたんですね。 香港ですね。はい、香港でデモがあったときに、えー、やっぱり中国政府は一生懸命それを監視し始めた。うん、誰がどこにいるのか。で、えー、デモをやってる人たちは、テレグラムっていうですね、はい、暗号化されたア,ップアプリを使ってですね、一生懸命こうやったわけですけれども、うん、もうそれはもういたちごっこにどん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 追い詰められていくっていうところがあったわけですよね。はい これをあのインターネットをです、ねうん、国家のものにしてしまうのか、われわれのものにしてしまうのかというのが問われている今、局面だと思いますね土屋、まあ、さんの去年出されましたサイバーグレートゲームの中でも、その辺のこの歴史的経緯からこう解説されているというところだと非常にこれを分かりやすかったなと思うんですけれども、まああのー、そこにテロ対策みたいなところも絡んできて、この大義名分でもって、中国だとか研修国家は、いや、政府がかからないと危ないじゃないですか。 みたいなロジックでこれ国連の機関とかでもそういう議論がすをやろうとしてるみたいですよね。おっしゃる通りですね。その国連総会の下にですね、はい、あの安全保障を議論する第一委員会というのがありまして、うんまあここがですね、あの政府専門家会合っていうちょっと変な名前なんですけれども、そういう組織を作って今25カ国ですかね、日本も入ってますけれども、はい、あのこの問題をどうするかって議論してるんですね。えーえー、ここは非常にバトルが起きてまして、中国とかロシアというのは実はこう条約を作りたいというふうに。 ってるんですです日本アメリカヨーロッパオーストラリアあたりはですねいや、うん そんな条約はいいらななと言っているんですんなぜかというと、条約を作ってこう安定化させた方がいいと思いがちなんですが、<ー>この中国、ロシアというのは、条約を作って自分たちが国内でやってることを正当化しようとしてるんですね、でもわれわれはインターネットは自由なメディアで、みんなのための、人々のためのものなんだということで、規制をしたくない、はい、そして今ある国際法をですね適用していけば十分なんだということで、ですねこの国際的なところでもずっと戦ってるんですよね。 そこはなかなか決着つきませんで、はい、あのもう6回目の協議だと思いますけれども、<ー>それぞれ2年ぐらいかけてやってるんですが、うもう日も、この条約対国際法というような、ある意味のこう法律戦をここでもこうやっている形になっていると、<う>まあここが一つの戦場でもありで、一方で、実際のインターネット空間で、そのお 情報を盗んだりとか、そういう部分も、もうお一つの空間というか、戦場にもなってると思いますけれども、ここの部分で、あの今後狙われるとしたら、どういったところだと思いますあの日本はですねやっぱり島国なので、実はこう海底ケーブルが重要だと思うんですね、<ー>でこう日本の国際通信の99%です、ねはい、は海底ケーブルを通るんです。あそうなんですねで 人工衛星っていうのはももううなんですね人工衛星はもう高くて遅いんです。例えば、正式軌道衛星3万6000キロ上にありますからね、はい、こう上がって落ちてくるだけで時間かかっちゃう、えー、光ファイバーはその中にもう光信号がものすごい勢で流れているわけですね。うでこう例えば、日本を守りたい、オリンピックを守りたいというときにですね。はい この海底ケーブルじーっと見ていて、悪い信号が入ってきたら止めりゃいいって、単純に言えばそういうことも可能かもしれないんですけど、日本はやっぱり通信の秘密が重要だっていうことでやってない。でも他国はやってるんですね。これはアメリカ、イギリスも含めて、民主主義国も含めて、安全保障のためにはそういうところを監視しなきゃいけないっていうところがもうポイントになってる。で、もう一つ日本にとって脅威なのは、物理的に海底ケーブルが破壊されるかもしれないと。じゃあ、オリンピックをやってこうですね、外国の皆さん来ないから、外国の皆さん テレビでオリンピック見たいわけですよね、はい、でもその信号も海底ケーブル通じて出てくるわけです、<ー>そこの海底ケーブルが邪魔されると、ですね、はい、そのオリンピックの中継ができないかもしれない、もう一つは金融ですね、こ金融はもう100万分の1秒ぐらい争ってるわけです、ねはいで、海底ケーブル、1本2本切れたって大したことないんです、我々のメールは別のルートを通って届くんですけど、この一瞬の遅れで金融取引に負けちゃうかもしれない、まあ、そう考えるとですね。 このインフラをずどうやって守っていくかというのは我々にとって課題ですねうん確かにこのところその海底ケーブルに関するニュースというのがいろんなところで出てきていてチリか,から出したケーブルをどこでこう引き上げるかみたいな話の中で最終的にオーストラリア、ニュージーランドを取って日本にあるいは台湾にみたいなところになってきたとこの辺をやっぱどこの国がやるか見たいなのってすごい大きな問題なんですね。 海底ケーブル作ってるのはですね、日米欧で3社ありまして、NEC 日本が作ってるんですけど、この3社でですね、実は9割握ってるんですね。別に河川状態、結果的に河川なんですけど、競争してそうなってるんですが、この最後のところにですね、元ファーウェイの会社、あの 今、ヘントンという別の会社に買収された、海底ケーブル部門は買収されたんですが、HMN テックという会社があってですね、ファーウェイマリンネットワークテクノロジーって会社なんですけど、この会社が実はそのチリから中国までですね長いケーブルを引いて実績を作りたかった。だけども、これはちょっと危険じゃないかということで、ですねアメリカ政府、オーストラリア政府がですね、チリ政府と話をして、チリ政府は分かりました。ニュージーージラランドをを通通ってオーストラリアを通って 東京につなぎますっていうルートに変えてくれたっていうことなんですね、あ<ー>でこれはあの日米欧側の技術を使う、はい、ということになった、それから今、ミクロネシアにですね、はい、ネットワークを引くっていうのがあって、ここは台湾と国交を持ってる国にですね、はい、中国が海底ケーブルを引いて、ひっくり返そうとしてんじゃないかっていうことを我々は心配してますねそれこそがまさに先ほどおっしゃった地形学という、はい。 ものですかそうです、ねうん、つまり外交的な目的、安全保障の目的のために経済を使って、ですねその影響を及ぼしてしまう、まあ、これを地形学っていうふうに言うんですけれども、はい、それを今、中国がやろうとしてるんじゃないか、それはけしからんということで、ですね日米豪が今、連携をして、 発展途上国、小さな太平洋島し国のためにですね海底ケーブルを引くお金を融資してあげようということを始めてるんですね、これはずいぶん大きな動きになってきました、あの10年前、こういう話をすると、何の話ですかって言われたんですが、はい、今、世界中が今、海底ケーブルに注目してますねで先ほど、あのこの海底ケーブルの中で、まあ悪い信号だとか情報があった場合には、それをきちっと干渉するっていうのは必要じゃないかということはありましたけれども、日本の場合っていうのは、 これやっぱ法律が邪魔すするんですかこれはです、ね、もう一つの憲法問題でして、憲法問題、はい、憲法21条に通信の秘密というのが入ってるんですね、あ<ー>でこれはあの戦前、戦中に日本政府、悪いことやりましたんで。検閲という、ねはい、問題があったというところですか。 これをの反省として、ですねそういう項目が入ってるんですけども、まあこの通信というのが我々の社会の中でとても重要になってきているので、はい、まあ安全保障やその外交ということを考えたときに、ある程度の監視というのは、ですね法律的な制限の下で各国ともやってるんですねで。日本はとにかくやめておこうということになってますんで。はい えー、そこは見られない、まあ,あ、何でもかんでも見る必要はないと思うんです、悪い人たちの外国からの通信を見るだけでもいいと思うんですけれども、うそういうこともできなくなっているので、まあ、例えば、日本とアメリカで協力しましょう、イギリスも今、われわれの方に関心を持ってくれて、はい、ファイブ・アイズなんて言葉もありますけれども。えー ああいうところに日本が仮に入ったとしても、ですねこちらから提供できる情報がないんですね、やっぱりこう、ああいうインテリジェンスの世界だと、やっぱり情報は共有するものじゃなくて、交換するものなんですね。はい こちらがいいものを出さない限り、向こうもいいものをくれないということがあるので、やっぱりこう、日本の能力をまず高めるというところが重要じゃないかなと、私は思うんですが、しかし、やっぱりそれはあ、プライバシーの侵害になる可能性もありますから、もう慎重に行わなきゃいけない、国民の合意の下で行わなきゃいけないというところだと思いますね。うん、ただもうあの、今は憲法で決まってるから、できないんです。の一点張りだと、これ、ひょっとすると、 今はまだいいかもしれないけどということが起こりうるそうなんです、これはオリンピックはいい契機だなと私は思ってたんですけれども、まあ今のところ、法改正はできなかった、しかし、オリンピックで日本、終わりじゃないんですね。はい この後もわれわれは生きていかなきゃいけない、生き残っていかなきゃいけないわけですから、これは安全保障の課題として、ですね、えー、政府関係者には検討していただきたいなと、ずっと思っていますこれ、やっぱり1日、2日、1年というふうに遅れていくにつれて、こう技術で取り残されたりとかっていうのは大きいですかあの日本もですねそういう面では、技術的な能力はあると思うんですね。えー、特にその志ある日本ののののサイバーセキュリティの企業っていうのは、はい、あの欧米 の企業を例えば買収することによってですね<ー>、そのアメリカで研修をするヨーロッパで研修をすると、でいざ必要になった時にはそういう人材をですね日本に呼び戻して日本の防衛サイバー防衛を高めるとことはできると思うんですよね。しかし今日本国内で何かをやるときにはまあ法的な制限というのがやっぱりまだありますんで、んそこを変えていかないと日本のサイバーセキュリティーなかなか向上しないかなというふうに懸念してます。確かに七十数年前に。 インターネットなんてものは全くなかった、まあ、無線通信のみだった時代と、もう全然違うわけですもんね、うん、そうですね、そして今、IoT とか言われますし、はい、もうほぼすべての皆さんがスマホを持っているわけですよね、このセキュリティをどうしていくかというところが、今、大きな課題だと思います。 えー、この時間、まあ、G7 のデジタル技術会合の話から、じゃあ日本その中でどうするという話まで、えー、いただきました。えー、ご興味ある方あー、先生の著書、サイバーグレートゲーム、政治経済、えー、技術とデータをめぐる知性学、チクラ書房から出ております、えー。今お話になったことをもっともっとですね、いや、細かく、そして、えーえー、様々な観点からお書きになってますので、ぜひお読みいただければと思います。スクープアップのコーナーでした。